ございます。それでは、知識定例始めたいと思います。はい、まず発表項目からお願いします。はい、それでは私から1点、国際平和拠点広島構想の策定と、訪米についてで、ございます。先般以来ご承知の通りの、国際平和拠点広島構想ですけれども、今般取りまとまりましたので、主なポイントについてご説明をしたいと思います。構想は2部の構成になっています。で、第1部はなぜ、今広島なのかという点ですね、の説明になっておりますけれども、核拡散の危機が高まっているという中で、広島の平和としての平和に関する象徴性であるとか、あるいは人を引きつける力、こういったものがあるということで、広島が核兵器のない未来と、それから紛争地域の平和構築の両方を提案していく場となるべきであるというふうにされております。で、第2部は行動計画ですけれども、まず第1というかにおきましては、被爆地広島からの軍縮に向けた提案として、3つ提言がなされているところです。そして、2点目、過去2では広島の推進に向けた平和の推進に向けた広島の役割として、世界の視点から見て破壊と復興の地としての広島の使命と役割が5つほどあるのではないかということで提言をいただいております。1点目は核兵器廃絶のロードマップへの支援ということです。2点目は核テロの脅威の削減と、ここに貢献をしていくということですね。それから3点目が平和な国際社会構築のための人材育成、そして、4点目が核軍縮と平和構築のための、研究集積、こういったことを中、によって拠点、化を目指していくということが、提言をされております。で、5点目として、こういった取り組みはですね、1回のイベントで、終わるというものでもなく、継続的に進めていかなければならないということで、一過性のものに終わらせないために、持続可能な平和支援のメカニズムの構築を作っていく必要があるという提言になっております。以上の5つですね。最初の4点が、中身そのもので、5点目は、それを支える仕組みというような形ですけれども、5点になっています。で、次に明日からの、訪米になりますが、この構想あるいはこの本件の平和貢献の取り組みについて、国連本部あるいは米国の政府関係機関などで発信をするということと、今後の事業の協力あるいは連携の可能性について、国際援助機関等と協議をしていきたいと考えております。で、具体的には主な訪問先としてパン・ギムン国連事務総長、それからローラ・ホルゲイト米国政府の国家安全保障会議 NSC ですね、の上級部長、それからマッカーサー財団あるいは NTI というのはヌクリアスレッドイニシアティブという、サムナン上級が中心となって、進めている、NPO ですけれども、あるいは NGO ですけれども、こういった機関であります。で、ワシントンでナショナルプレスクラブでですね、国際平和拠点広島構想について講演やスピーチを予定をしております。それから今回の訪米に先立ちまして、平和記念公園、それからハワイのアリゾナ記念館、そしてニューヨークのグランドゼロを訪問して、献花をしたいと思っています。パールハーバーと広島はこの
人類 初の核兵器が使用された第二次世界大戦の始まり、これは第二次世界大戦の太平洋戦争部分ですが、これの始まりと終わりを象徴するところであります。でこの戦争を機に世界は実際の戦争を進めて、またそのに続く冷戦、そして核の時代に突入したということであります。でさらに冷戦が終結しながらもですね、核兵器保有というのが継続をしている中で、それまでの国家間の戦争というものではない、テロによって、アメリカで911のテロが発生をしたわけでありまして、で、この911によって我々は新しい脅威に直面をしているということを、よく認識をしたというか、自覚をしたということになったわけであります。そういう意味でグラウンドゼロは、平和のためにはさまざまな包括的な努力を行わなければならないということをですね、我々に教えてくれるという意味を持ったところだと思っております。そういう意味で、この新しい脅威の時代、これの象徴の地が、グラウンドゼロであるということだと思っています。で、私としてはこの3つの地で起きた出来事というのを、将来にわたって二度と繰り返してはいけないと、こういうふうに考えておりまして、そうした認識のもとに、それぞれの地で、核兵器のない平和な国際社会の実現に向けて、広島が破壊と復興を経験した地として、核兵器廃絶と復興、平和構築等の分野で、に全力で取り組んで、広島の使命と役割を果たしていくという決意を表明していきたいと考えておるところであります。それから県と市の連携の件ですが、松井市長と県と広島市の連携ですね、松井市長と、ちょうど同時期に、平和に関することを主題として、出張すると海外出張するということで、市長と調整をさせていただきました。でその結果ですね、県と市の取り組みを、それぞれの出張先でお互いに、紹介をしていくということになりました。で私の方からは国連本部でバンキムン事務総長にお会いするときに、広島市が2015年の NPT 再検討会議の誘致を目指しているということをお伝えすると、で、日本政府から正式な依頼があった場合には広島開催に向けて協力をしていただけるようにお願いをしたいと考えています。また平和首相会議の核兵器禁止条約の締結に向けた取り組みへの協力もお願いをしたいというふうに考えています。また松井市長の方からはですね、平和首相会議の理事会で、県の国際平和拠点広島構想をご紹介をしていただきたいと、で、2013年の総会で発信の場を提供していただきたいと、そういったことを、ご紹介をいただくということであります。私からの発表は以上でございます。